なんかもう1年1年ってこうだんだん過ぎていくじゃないですか、うん、でもこのピラフォが決まってからの1年はすごい長く感じて、うん、この今まで生きてきた中でもいろんなことがあったなっていう1年でした。なんかすごい、あ、まだ1年かみたいな、すごい前のことで感じます、うん、あ、1年前の、はい、あ、一番、でも一番って難しいな、うん、でもみんなとこうやってライブできたり、うん、イベントができたり、そういうそう過ぎていくじゃないですか、うん、でそれも当たり前じゃないから、そういうのなんだかもう全部嬉しいです。え、一番って難しいです。なるほど。でもその第1回センター争奪戦で私が選んでいただいて、うん、え、自分でいいのかなって、うん、でもいざそうやって、うん、あなたがセンターですよってなったら、なんかみんな同じ気持ちで戦ってたじゃないですか、うん、だからなんかみんなもなりたかったのに私だけでいいのかなみたいな、うん、なんかセンターらしいとかわかんないんですけど、うん、なんかそうやって自分がセンターでいいのかなっていう気持ちでずっとやってても、なんか見に来てもらってる人には申し訳ないので、なんかレッスンとかでも多分その気持ちが出てたのか、メンバーにリンはセンターだから堂々としていいんだよって言ってもらえて、なので歌とかダンスとかも頑張って堂々とやるように気をつけてました。でも TIFF、うん、その夏にそのセンター争奪戦があって、そこから1ヶ月ぐらい練習があったじゃないですか、 TIFF までに。その1ヶ月ぐらいで結構変わったの。TIFF の前日のレッスン、さき先生のレッスンがあったんですけど、その時も全力でやったらさき先生がすごい褒めてくださって、うん、すごい嬉しかった、うん、迷い、でもその1ヶ月はずっと TIFF に向けてやってたんですけど、そのなんか TIFF で最後じゃないですか、うん、だからそのTIFFが終わった後、一回なんか目標がなくなっちゃった感じがして早いなんかずっとTIFFに向けてみたいな感じでずっと言ってから、うん、なんですけど、いろんなライブに呼んでいただいて、うん、でもこれからもずっと頑張っていこうって、ちょっと何でしたっけ、質問忘れちゃった。なんかやっぱライブって人に何かを伝えるものだと思うんですよ、うん、だから普通に対バンライブとかあって、ワンマンライブとか大きいなんかとかあるじゃないですか。でも全部本気でやって、なんかもう一回見たいなって思ってもらえるようなライブにしたいなって思ってます。なんかワンマンとかなったらやっぱ練習量も増えるし、みんなの気持ちも一緒になるから、すごいいいパフォーマンスができると思うんですけど、対バンライブとかだとみんなこう来てただライブやるだけみたいになっちゃってるから、そのライブによって変わるかもしれないんですけど、なんか100点満点は言ってないかな、うん、まだ。でもやっぱ歌とかダンスとかもそうなんですけど、みんなの方向性とかみんなの気持ちとかが一緒、まだこの全部一緒みたいなのにはなってる気がしないかな。なるほど。でももうなんか去年の1年はずっと新人みたいな扱いだったじゃないですか、うん、でも2年目ってなったらやっぱ変わると思うんですよ。でも
その出演させていただくライブとかで、このグループだったらトリを務めたいとか、そう、なんだろう、自分たちからお願いしてそこに出させてもらうんじゃなくて、こうパフォーマンスを見て、なんか、あ、このグループはすごいからここにも出させたいとか、そう思わせられるようなアイドルになりたいです、うん、で、いつかはテレビとかでパフォーマンスしたいです、うん、なんか、ななこは、うん、なんだろう、困ってる人がいたらすぐ駆け寄ってくれる。あ、そうなんだ。なんか、すごいふざけてるじゃないですか、うん、いつも。でも、目はなんかちゃんとしてるんだなって思います。なんか、その大きな悩みとかじゃなくて、すごい小さな悩みとか、その Twitter に載せる写真選んでとか、そういう小さいこともあるし、もっと大きな悩みとかも話したりします。どうしたの？緊張します。緊張しないで大丈夫。目標、でも絶対に全国ツアーしたいです。絶対静岡は行きたいです。ああ、地元の凱旋。はい、で、爽やか食べたいです。うん、ハンバーグ。あと、沖縄と北海道と九州と、大阪も行きたいです。絶対美味しいもの食べたいです。あ、食べたいものもあるんですね。ラーメンとか。ラーメンとかね。なんかピラポ9人中5人ぐらい、半分ぐらい、あのお刺身食べれなくて、前お寿司屋さん行った時も半分で食べれる組と食べれない組で分かれて、うん、こう座って、なんか私たち食べれない組はうどんとか、なんかスイーツとか食べてました。難しい。でも、今一番大切なものだと思います。大丈夫、間違ってないよって、うん。選択は、めちゃめちゃ迷いました。うん、まだ高3でこれから進路決めていく時期だったし、ちょうど、うんうん、だからその30分だったんですけど、めっちゃ長く感じて、その30分間、うんうん、もうずっと考えて、でもやらないで後悔するのが嫌だと思って行きました。うんうん、なるほど。あの時に比べて、でまだまだだと思うんですけど、ヒラップ入ったことも、ニジマスオーディション受けたことも、間違ってなかったと思います。成し遂げられそうですか？はい。大丈夫？また戦うんだって思いました。現場だし仲間だから戦うけど、みんなでまたその機会でまたみんなで仲良くなれたらいいなって思います、うん、分かんないです。でもやっぱ負けたくないですね、うん。あの日だけ異様にあっち向いた方が運が良くて、なんか本当にやばくて、あんなの運じゃないですか。全部もう全部勝ったんですよ、まさかの。もうびっくりしすぎて、最後の決勝なんてもう一発目のあっち向いて方位でもう決まっちゃって、もうびっくりしました。あの後特典会とかでもファンの人になんか勝負だみたいになってやるんですけど、勝てないんですよ。あの日の時の運がなんかすごかったです。神様って感じです。みんな同じ経験をして同じグループに入ってるから絆って強いと思うんですよ、どこのグループよりも。
なんかその仲の良さとかを見せたいなと思って、うん、なんかいつか YouTube とかいろいろ動画出したいなって思ってます。体張る系はマジで仲いいよっていうふわふわって感じで、ふわふわ、はい、なんか大食いとかドッキリ仕掛ける側だったらやりたいです。リアクションが面白そうな、何だろう、リオとかナノコとかに落とし穴面白そうだ、なんか感動的な場面でうんってなってこうなる、このここの目の前にあって牛する前に落ちるみたいな、見てみたいです。面白そうだ、はい、めっちゃ大掛かりなんですけど、いつかそういうのもやってみたい。やってみたいね。